こんにちは、ダイスです。今回はポケモンスカーレットバイオレットの期間限定のテラレイドバトルについての情報をご紹介していきたいと思います。開催は1月6日金曜日の朝9時から1月9日月曜日の朝8時59分までです。今回のピックアップはスカーレットでサザンドラ、そしてバイオレットでドラパルトです。ポケポータルからインターネットに接続すると確認できますので、詳細見ていきましょう。バージョン別で出会えるドラゴンタイプのピックアップということで、スカーレットではサザンドラ、バイオレットではドラパルトが登場するという内容です。スカーレットで、ドラパルト、バイオレットでサザンドラ、まだ図鑑の登録になってないっていう方はこの機会にゲットすると図鑑の登録も簡単にできるのでいいと思います。今回の期間に関しては1月の6日金曜日朝9時から1月9日月曜日の8時59分までです。出現するサザンドラ、ドラパルトはバージョンによって違いますが、どちらも星4、星5の巣穴で登場します。私の場合はドラパルトはドラゴンテラスタイプと炎テラスタイプ狙いたいなと思ってます。サザンドラはまだ決めてないんですけど、悪とドラゴンはどっちも欲しいかなという感じですね。各テラスタイプで登場するようになっていますので、目当てなものがある方はその巣穴狙って行ってみるととても良いと思います。はい、図鑑の登録もですね、皆さんコツコツ進めてると思いますが、バージョン限定で、自分のバージョンには出ないっていうポケモンも今回こうやってピックアップで入るのはすごくいいですよね。という内容が、今回の新しいイベントテラレイドバトルの情報でした。そしてもう一個、前回行われていた最強のエースバーンの期間限定イベントです。次回が1月13日金曜日9時から1月16日月曜日の朝8時59分までということで、最強のエースバーン攻略のヒントも登場していました。前回のリザートンの時にも入ってましたよね、こういう情報。ということで、星7の黒い結晶テラレイドバトルエースバーンゲットしてるっていう方もいると思うんですけど、次回持ち越しの方も多いと思います。今回公式から発表になった攻略のヒントの中だと、最強エースバーンの持ち技飛び膝蹴り、火炎ボール、アクロバット、アイアンヘッドの内容と、あとは、バトルが始まってすぐビルドアップして自身の攻撃防御をアップさせます。でその後 HP が減るにつれて何度もビルドアップをしているということが発表になりました。ビルドアップばっかりするので、攻撃が物理じゃなくて特殊の方が突破しやすかったですよね。でその他にもなんですけど、今回は格闘のテラスタイプのポケモンっていうことで、飛行エスパー、フェアリータイプなどがいいと思うということなんですが、内容的には、アイアンヘッド持ってるのでフェアリータイプのポケモンはダメージ受けやすいよっていう注意喚起もありますね。でもう一つ、最強のエースバーンと同じ時期に出現しやすくなっているギャラドスは水飛行タイプで、格闘タイプに強い飛行タイプの技の暴風を覚えていますよ。あとは、特性が威嚇だったら相手の攻撃を1段階下げることができますよっていう内容が書いてありました。もう一体出ていた、ゴーストタイプのゴースト、毒タイプ有効ですっていう内容ですね。ゲンガーが出てたんですけど、ゲンガーがねクリアスモーク持ってたので、そういうのもあったら、攻撃が上がった時に下げられていいよねみたいな内容で書いてあったんですけど、個人的にやってみた感想としてはグレーンアルマか、動画でもご紹介したヤドランの方が突破しやすくなってると思います。というのも前回リザードンの時ミミック押されてたんですけど、公式押しのミミックは結構弱くて使いにくかったんですよね。でやってみた感想として、ゲンガーだったりギャラドスだったりもいいんですけど、まあ基本的に突破口が開けないので、マルチでやるんだったらあれだけど、ソロでやるならヤドランかなっていう感じかと思います。まだ作ってないっていう方はまだ1週間ありますので作ってみてください。それでは後半は星6の巣穴行ってみましょう。いやー惜しい、今日の星6がバンギラスでしたね。星6、ちょっと待って、私間違えちゃった一人で行こうと思ったのにそのまま押しちゃったんで一人で行きます。 B ボタンで戻れないんだね、これは気づかなかった。はい、ソロ活します。バンギラスだったんですよ。一応限定ポケモンではあるんですけど、サザンドラの巣穴とかも出てたりするので、そっちだったらね良かったのかもしれないけど、
違いました。はい、あと私よくやっちゃうんですけど、合言葉で間違えて押しちゃったっていう時にソロ活するんですけど、最近ね一人でサクサク回せるような感じになってきてるんですが、まだ多分あのタイプが足りないですね。なので今後もねレイド用のポケモンの育成動画も作っていこうと思います。結構あの視聴者の皆さんからリクエストいただいてるポケモンも溜まってきてるので、近いうちにね皆さんからリクエストいただいたレイド用のポケモンの育成も出せるように頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、ということで今回マリルリ連れてきた理由なんですけど、エヴァンギラス岩悪タイプで、で今回の個体に関してはテラスタイプが炎だったのでマリルリにしました。テラスタイプに合わせてポケモンの、その弱点になる技かけた方がいいかなというのと、あと一応格闘も持ってるので、イワークタイプだと格闘4倍だからそっちでもいいかなって思ったからです。まあ、基本はテラスタイプに合わせて弱点を取れるようなポケモンを選んだりとか、あとはね相手のタイプ、今回でいうバンギラスの岩悪タイプに強い今一つとかになるねタイプのポケモンを選ぶっていうのが基本だったりしますよね。まあ一通り何体か用意してれば多分ソロでもレイドを回れるようになってるよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、個人的にはまだこのタイプ弱いなっていうテラスタイプが存在しているので、もうあと何匹か、まあ、サポートも含めアタッカー系のレイドポケモンも作っていきたいなという感じです。なんかねサクサク制覇できたら気持ちいいですよね。頑張ろうと思います。あとはあのよくマルチプレイ募集してたりとか、あの人のね募集に入らせてもらってたりもするので、どこかで出会ったらよろしくお願いします。そう、あと個人的にプロフィール画面をずっと変えようと思ってるのに変えられてませんそのうちね変わると思うので、ご紹介をねどこかでできたらいいかななんて思ってます。まあ、ソロで来ると結構遅くなっちゃいますね、この辺から。時間はかかっちゃうんだけど、ゆっくりでも突破できるようにはなってきたからいいかと思います。あとは今回のマリルリに関してはジャレツクは一切使わず、バグも起こらないようになってます。あのアクアブレイクの方が抜群で削れるからっていう感じですね。あと1回落ちてもいいかもな、これで。あんまりここで頑張りすぎてもですよね。どうしようかな、応援1回だけまあ入れよっか。なんかもったいない気がする、ここまで HP 削れちゃったら。待ち時間もまだあるから一発受けて倒れた方が良かったのかも。こういう時皆さんどうするんだろう。あ、やっぱりか、もったいなかったですね。癒しのエールターンいらなかったな。よくやっちゃうんですよねソロでやってる時には特に。じゃあ戻ったら腹太鼓して、で食べ残し持ちにしてるので、ジョジョ回復を自分でかけながら、うん、削っていこうかな。もうね削るしかできないので腹太鼓かけて、 HP は半分になっちゃうけど持ち時間がまだ半分あるので、まあ大丈夫でしょう。多分削れると思います。今回ドヒドイデがねずっと波乗りしてくれてるのもいいんですよね。それでアクアブレイクで削っていく。ストーンエッジ当たらないターンが欲しいですねたまにあるんだけど、8割方今当ててもらわれてるんですよね。当てれてもらってんのもいいんだけど、2回当たるとね倒れちゃうから、これが困るところですよね。もうちょっとさ命中低いと思うよバンギラス多分ストーンエッジの命中高くない？そんなことないのかな、緊張感の特性だから別に関係ないと思うんだけど。もっと私外してるよいつも、自分でストーンエッジ使ってる時ひどいな。どうしようかな、ちゃんと腹太鼓かけますか。みんなこれで戻ってこれそうですね。いけるのかーと、これだけ残っちゃってるけど大丈夫かな。ねさっきの癒しのエール、これもったいないけど使っとくかーってやつがなかったら楽に勝ててたと思います。最後の1回取っといた方がやっぱりいいですね。防御は下がってもいいんだ。
はい、削られなければ大丈夫。いけますね、多分これだったら。あともうちょい、お、ヘラスタルいける。あのフェアリーのマリルリに今回しちゃったんですけど、やっぱり水のマリルリもあった方がいいですね。一体ね、育成は実はしてあって、まだレベルいってなかったから連れてこなかったんですけど、水テラスタイプのマリルリでアクアブレイクをずっと打つっていう方も作っておくと、多分炎の時にね結構使いやすいんじゃないかなって思っちゃいますね。これは、はい、もらいました。4しか残ってなかったけど、いけましたねありがとうございます。なんかおまけしてもらった感じがする。まあ、勝ちは勝ちなのでしっかり捕まえていきましょう。ちょ、星6もですね、相性さえちゃんと合えば自分のポケモンだけでソロ活動もねできたりするから、しっかりね相性も見て育てておくのはいいんじゃないかなと思います。そして皆さん、学校やお仕事始まってる方も多いと思います。私も今年のお正月、仕事納めと仕事始まりありましたが、12時間しかなかった休みまあ基本的にね1月1日からずっとお仕事してました。あ、秘伝が出てる、今気づいてなかった。秘伝からスパイス初めてゲットしました。嬉しい。バンキラスでも落ちるんだね。落ちにくいとかっていうのないんだね、知らなかった。秘伝スパイスいっぱい欲しいので、ソロ活もねできるように、もうちょいやっぱりレイド用のポケモンの育成も頑張ります。はい、ということで次回のイベントレイドに関しては星4星5で出てくるんですけど、今回はねイベントではなく普通に出てきた星6バンギラス倒してみました。個体値もなんか良さそうな感じするので見ましょう。 5V とかかな、ジャッジ、あ、5V ですね。で、たまに 6V いるので、私は一応見るようにしてます。はい。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。また来週のエースバーンに関してもね、追加で動画作ろうと思うので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではまた、See you!